ラクタビ若村ですさあ本日は8月の10日火曜日です午後の7時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信していますラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ本日は第二火曜日ということでこの後京都検定 面白ゼミナールという講座がありますこの講座京都検定に合格を目指して私たち楽旅スタッフの森明子がゼミナール長となって今ちょうど後ろで、ま、お、メガネをかけてる <laughs> 準備中でこの後十九時半からオンライン講座がスタートします奥の方の回答席に谷口さんと田中玲さんが座りまして今日も 3級問題二級問題一級問題と京都検定風に問題を出しまして回答していくという京都検定面白ゼミナールという講座なんですでこれ四月からスタートしまして今四ヶ月目五ヶ月目ということで回数を重ねまして今日がいよいよ最終回あの会員様の中にはもうどんなテレビよりもこの 京都検定おもしろゼミナールが一番面白いということで大好評いただいてるんですけどもまあなんと今日最終回なんですさあ谷口さんが勝つのか田中玲さんが勝つのかどちらが今日勝利を手にするのか勝利を手にした方には旬の京都の和菓子が食べられるというちゃんとプレゼントもね備わっておりましてそんなこのあと19時半から 京都検定面白ゼミナールがありますので今、もう森さんは司会の進行に余念がなく田中玲さんは今、パソコンをあ手を振っていただきました今、パソコンの準備に余念がないということでね谷口さんだけ、ね、ここにいないんです谷口さんは、ね、別部屋でもうひたすら今京都検定の本に目を通しているということで多分、ね、本は、ね、逆さまだと思います。笑,笑い声が聞こえましたね ということでこの後19時半からオンンライン講座がありますこの後12月に京都検定がありますので皆さんの中にも1級チャレンジまたは2級にチャレンジをしてみようという方いらっしゃると思います。今回この京都検定おもしろセミナールは今日で最終回を迎えるんですがいよいよ来月以降12月の本試験に向けて。 楽旅大学校の中でも京都検定対策オンライン講座を準備していますこの面白ゼミナールはまず気持ちを盛り上げてこの8月までクイズ形式で京都検定面白ゼミナールを開催しましていよいよ9月からですねこちらの講座なんですこの講座で目指せ2級合格1級にチャレンジしようということで オンライン講座をいよいよ9月から開催しますのでぜひ皆様京都検定にチャレンジしようという方はですねこのオンライン講座ラクタビのホームページからお申し込みいただけますまた今日このライブ配信の YouTube インスタグラムにアップするときに申し込みのリンク先文章のところに書いておきますのでぜひ皆様のお申し込みどしどしとお待ちしております 京都検定応援リーダーダ森明子ですそして京都検定合格請負い人、若村が2人で皆さんを合格へと導きたいと思いますので9月以降の京都検定対策講座もぜひどしどしとお申し込みお待ちしております。ということで、今日はは、ね、この後天の声という出演者がいましてね クイズがが出たそのの解説をすするる天の声があるんです私ではないんですけれども天の声さんがこの後来られますからちょっと私お出迎えがありますので急ぎこのライブ配信今日行いましてこの後のオンライン講座に控えたいと思います。ということで今日はもう早速この箱の中にあります「今日の旅くじ」こちらを引いて本日のトークテーマを決めてみたいと思いますすそれででは行きますくじ取り式です。 いきますよ本日のトークテーマはまあこれも京都検定の一歩です皆さんもどんなトークテーマが出るのか考えながら今日も聞いていただきたいと思いますそれではいきますこちらこちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います続きましてはこのくじの中身を改めるくじ改めですまずは 私が確認をしましまて皆様に1つ2つ3つととヒントを出していいいきたいと思います皆さんはそのヒントを聞きながらあそこのお寺かないやあそこの神社じゃないかななどぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。分かったという方はぜひコメント欄に「なんとか寺なんとか神社」と書き込んで さあどれぐらい強盗してるか腕試しをしていただきたいと思いますそれでは行きますくじ改めですさあ本日のその前に逆さま逆さまでしたさあ行きますよ本日 のトークテーマはなんと、こちら、当たりが出ました、ザ・ホテル清流京都あ、あ金が鳴りました <laughs>、なんとスーペリアツイ2名様、1泊の一組様にプレゼントが出ました、サマージャンボです。 ということでこちらの清水寺のふもとにあります小学校の校舎をリノベーションしてラグジュアリーなホテルとしてプリンスホテル系列でリニューアルしましたザ・ホテル清流京都清水一泊朝食付きのスーペリアツイン2名様宿泊券一組ということで皆様に プレゼントしたいと思います。さあ、それでは、いや、出ましたね。当たりのご応募です。当たり、アットマーク、ラクタビ、ドット CO、ドット JP。当たり、アットマーク、ラクタビ、ドット CO、ドット JP。こちらにまで、どしどしとプレゼント希望メールをお送りください。メールには、氏名、住所、 電話番号、そして好きな4桁の数字で抽選をしますので4桁の数字を書いてご応募くださいそして応募期限なんですがねこれね深夜12時までだと夜勤のために見れないんですという方がいらっしゃったんでね確かにね、そうなんですこれ確かに深夜12時までだとちょうどこの夜のお仕事の方が見られないということだったのでそうですね、明日はね 夕方の19時、7時からの今日と同じライブ配信の時間帯になりますので明日のこれ深夜12時と書いてますがお昼の12時までいきましょうかょう、ね、もう後ろの森さんも田中嶺さんもうんうんということでしたので深夜12時までと書いておりますが深夜ではなくてお昼の12時つまり今日八8月の10日ですから。 明日、八月の十一日、水曜日の昼の十二時まで、メールを受け付けます。そして、明日の夕方、十九時から、ライブ配信をお届けしますので。その中で、抽選を行いますので、ぜひ、ご期待をいただきたいと思います。明日、夕方のライブ配信で抽選をしたいと思いますので、ぜひ、どしどしと、ご応募いただきたいと思います。ザ、ホテル青龍。 京都清水一泊朝食付きスーペリアツイン2名様ぜひねインターネットでどんなホテルかな検索をいただきましてちょっとね探っていただくといいかなと思いますいや出ましたねどうしましょうもう時間的に行けますかあと1個ぐらい行きましょうか行きましょうもう1個池という森さんからの指令が来ましたのでもう1個引きたいと思いますこちら こちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います。続きまして、九じ改めです。どんなお寺神社か考えながら聞いてください。おっと、今日は大盤振る舞いですよ。さっさま。<laughs> 両方とも今日逆さまでした。 さあ行きます本日のトークテーマはわかりましたこのトークテーマこの楽旅京町屋にも深く関わってきますなぜならこの京町屋どこにあるかなんですその道の名前の由来は このお寺に由来してるんですこのお寺あるものがあるものに変化してああということでこの名称がついてるんですおすごい英語が流れましたねこのラクタビキョーマチアの前の道わかりますか この道の名前がなぜそのような名前なのかそれはこれに由来してるんですそのお寺の本尊様がこう呼ばれてるんですお寺の正式名称皆さんわかりますか今日はお寺の正式名称とその仏様の通称名それがこの楽旅京町屋の前の道の由来となっているんです さあわかりました本日のトークテーマはこちらいきますよ京都にはさまざまな道の名前通りながりますがこちらも大変ユニークな通りの名前ですこちらたこやくし堂英福寺という寺があってたこやくしという仏様が由来となってこの楽旅京町屋の前の道が たこやくし通りと称されてるんですさあこの英福寺また皆さん京都の街中を歩きまして楽旅京町屋から前の道をずーっと東へ行きますと道が突き当たりますちょうど新京国とたこやくし通りが 突き当たるここにあるお寺がこの永福寺といいまして通称たこやくしと称されてるんですそこからたこやくし堂からまっすぐのこの道をたこやくし通りと称しておりましてこのお堂仏様がその名の由来となってるんです昔お寺の お坊さんが病の母に「タコが食べたいタコが食べたい」お母さんがこう言うもんですからお寺の身のものとしてはなかなか生きとし生けるタコを食べさせるわけにはいかんがなんとかタコが食べたいというお母さんのために タコを買い求めるんですしかしお寺の者がタコを飼って食べようとしているこれが知れてはということで人に見られぬよう箱の中にタコを入れまして大切に持ち帰ろうとしたんですしかし道行く人はあの箱の中には何が入ってるんじゃ あの箱の中には何が入ってるんじゃ何かよからぬ食べ物が入ってるんではないかと次々と箱の中身を問いただされついには箱の中身を見せざるを得なくなってああタコがバレると思って開けましたらなんとそのタコが。 薬師教というお経になっていたといいまして病を治す薬師如来様の教えがしたためられた薬師教であったとか薬師如来の仏様であったとかいろいろ言い伝えはありますけれどもタコが変化をして何とかあらぬ疑い助かったというんですこうしてそのお寺の仏様お薬師様はタコ薬師 タコが変化したことからタコヤクと呼ばれるようになったとも言いましてこうしてその仏様を祀るお堂をタコヤク堂というようになりまして今も大切にタコヤク様がお祭りされているんですタコはイボがたくさんありますから体にできたイボを取る 異母風じのご利益もあると言いまして、まあ、そもそもがお薬師様ですから体の健康を守ってくださる仏の世界のお医者様そして特に多こ薬師と称されることから出来物、い母封じということで特にそのご利益を願って多くの人が参詣するようになったんです。確かにに今もも行きましてもね本堂前に 木で作られたタコのような置物があってそれを撫でるとイボが取れるとかそんな言い,い伝えがたくさん伝わってるんですお薬師様または薬師教という教がタコから変化したということからタコ薬師堂と称されましてね今も熱く信仰を深めておりますまさにこの楽旅京町屋の前の道 し通りの名の由来となったお寺がこの道の東の突き当たりにお祭りをされていますので多くの皆様新京極の商店街老若男女皆さん行き来しますけれどもそのお堂に一つ手を合わせていただきましてお薬師様ですから今のコロナにも効きますからね出来物封じ悪いものを封じる願いを持って是非一手 合わせていただきまして、ご参詣をいただきたいと思います。ということで、本日は。正式名称、永福寺、通称たこ焼き指導のお話をお届けしました。今年の京都検定、12月の本試験。二級受験される方は、このね、通称名、通称寺。これがテーマですから、今のね、たこ焼き指導のお話も出る可能性があります。 正式名称ではなく通称名を持った庶民から熱く信仰されるお寺通称寺が京都にはたくさんあるんですそれらもね京都検定の今年のテーマになっていますのでぜひ、ね、9月以降この辺りもね手厚く手厚く皆様にサポートをしながら合格請負い人、ね、皆様にオンライン講座で1級2級合格へと誘いたいと思いますのでねぜひ先ほどのこの オンライン講座ですね。またお申し込みをいただきたいと思います。はい、ということで、本日のトークはここまでとなります。さあ、それでは、心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくります。皆さん、合言葉は、きっともっと京都を、 好きなるー。この好きなるというと、皆さんも大合唱いただきまして。手にはハートマークを作って。今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと。もっと。京都は。好きなる。 ということで本日は当たりが出ましたさあこちらザホテル清流京都清水宿泊お二人様一組をプレゼントいたしますのでぜひ明日の昼の12時までどしどしとメールの方ご応募お待ちしておりますそれでは本日も皆様ご視聴ありがとうございましたさあ急いで天の声をお迎えしないといけませんのでポチッと消したいと思いますこの後は オンンライン講座、森さんのゼミナール帳の腕を、ね、皆さんも見ていただいて司会進行、お任せをしたいと思います。さよなら